こんにちは。マンチェスター日本探検隊のアウズユコです。今日は、マンチェスターからちょっと離れたヨークシャーまで来ています。さて、今日はどうしてここにやってきたでしょうか。それでは早速始めてみましょう。So, have you been to Japan then? Yes, I used to live in Japan. Ah, how long? I lived in Japan for 14 years. 14 years?、Mm-hmm. じゃあ日本語で話しましょうか?はい、わかりました。日本語でどこに住んでいたんですか?日本は大阪と鹿児島県に住んでいました。鹿児島ね、すごいですね。Mm-hmm. そうです。そのこともあると思いますか?太鼓に興味を持つようになった。理由として日本にやっぱり長く住んでいて、そうです、やっぱり興味があったということ、うん、そうです、日本に住んでた頃は、うん、まあ、よくなんか祭りとか、うん、特に相撲ダイジェストというテレビ番組があるんじゃないですか。その何ちゅうかな、送り太鼓がありますよね。送り太鼓はすごく気に入って大好きでした。それが好きだったんですか、うん、それで面白いですね、うん、で1996年に志布志町、鹿児島県の志布志町の劇場で初めて太鼓の舞台を見ました。古道、古道っていう、古道の、はい、古道の舞台を見て、でそこが96年ぐらいでした。ずいぶん前ですね、ずいぶん前。で それで古道を見て、そう、それからタオもタオという太鼓団が、はいはい、タオも近くの劇場で演奏して、あ、そうなんですか、すごく興味あったんですけど、自分でできると思わなかった。あ、そうですか。自分でできそうな舞台じゃないんですよね、古道とか。難しいですね、うん、で、リスさんたちの舞台見たら、あ、私でもできるんじゃないかっていう印象がありました。なるほどね、うん、じゃあその時見てたのがあって、そしてこっちに帰ってきてからリスさんが見て、うん、あ、面白いですね、うん、やっぱりそれがなかったらなかったかもしれない、知れないですね、うん、面白いですね、いろんな縁ですね、縁があるんですね、面白いですね、うん、本当リバプールのジャパンデーに行かなかったらダメだと思うんですね、うん、練習は日本に行って練習されたことあるんですか？はい、あります、うん、2回、うん、カサミックスっていう何ていうかな、太鼓ツアーみたいなツアーを参加しました。イギリス人が、イギリス人じゃなくて、またこれも古道の主催している、古道が主催しているツアーがある。そうです。で、日本でですか？日本で。あ、そうね。で、2週間、まあ2週間の間には太鼓の関係ある有名なところを回って、で4泊は古道の研修生の研修センターに泊まって、研修生と一緒に生活するっていう茶道で。あ、そうなんですか、知りませんでした。で、じゃあ、うん、古道 その日本でやっているツアーに2回参加して、はい、うん、で見て回って練習して、そうそうそう、で研修生と一緒に朝6時に起きて、うん、ラジオ体操して、それからジョギング行ってそれから掃除をして、掃除してから朝ご、一緒に子供の研修生と一緒に朝ごはん食べたりして、それから太鼓のワークショップは一日中太鼓叩いて、で夜はまあ9時ぐらいになったらもう朝早いと疲れて寝てしまう、寝て、でまた次の朝は6時に起きて走って、4日間。どのぐらい勉強になりましたか？どのぐらい上手くなりました？それで上手くなった
ったよりすごい体験ですよ。やっぱりその研修生の生活を見るのがすごく面白い体験なんです。そうですね、うん、で教えてもらったのがいくつかの曲も教えてもらって、まあ、もちろんテクニックとか教えてもらうし、でいくつかの曲は今でもみんなで叩いてます。あ、そうなんですか、うん、そのサドの研修に行かれたのはマリーさんだけですか？私と旦那トニーと、うん、ジャレッドさんが3人で、1回目は3人で行って、で2回目は私とトニー夫婦なので、うんうん、でもう一人セーラーさんが一緒に来てます。あ、そうなんですか、うん、じゃあみんなが行ったわけじゃなくて、てメインメンバーが、はい、メインメンバーがやっぱりちょっと高いから時間もかかるし、ね、お金かかりますね、うん、真夏でしょあれ行くの、うん、行くのがちょうど9月の初め。あ、9月の初め、うん、まあまあですね、うん、夏かな。暑いんですよ。暑いですね。暑い暑い。で研修センターはもちろん日本式で、クーラーがない、クーラーがないから暑い、暑い、暑い、ね、パフォーマンスを見せていただいたんですけど、お面をつけてやるのに本当に感激したんですけど、あれはどこから来ているんですか？あれはね、まあなんか お面はひょっとこと、うん、おかめさんの面がありますよね、うん、ひょっとこは、うん、昔から私の大好きな人物っていうのがキャラクターなんですよ。あ、そうなんですか、うん、すごく前からお面を持っていたんですか？いや、そうじゃないんですけど、そのなんか舞台をもうちょっと面白くする、うんために目をちょっとつけてみようかなっていう、うん、アイディアがあって、それはメリーさんのアイディア、まあ、みんなで、みんなで、みんなで、そのお面はもう持ってらしたんですか？でいくつかの鬼の面もありますよね。鬼の面は、うん、手作りの誰かが手作りのを作っていただいて、イギリスで、イギリスで、あ、そうなんですか、全然と思わなかった。で私個人的にはひょっとこがすごく面白いキャラ、楽しいキャラクターじゃないですか、うん、日本に行った時ちょうど買ってきた、ひょっとことおかめさんの面を買ってきた、を買ってきて、で私と旦那がおかめと、うん、ひょっとこのふりして、で他のメンバーが鬼のふりをして、じゃあそれをその曲に、うん、何ていうかな、合わせて、じゃあさ、メンバーみんなでなんとなくそのアイデアが出てきたっていうか、そう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 、あ、そうなんですか。大体そんな感じで、曲を作る時とか練習する時は私がリーダーじゃなくて先生じゃなくてみんなで決める。あ、うん、じゃあ自分たちで作った曲なんですか？はい、その面をつける曲はそうじゃなくて、鬼太鼓は石川県とかあの辺には有名なので、うんうん、それをそこにある太鼓の曲なんですか？曲中、まあ、私たちがいろいろ工夫したんだけど、その石川県のスタイルをちょっと真似して、あ、そういうことなんですか。ひょっとこがこういうふうに太鼓叩いて面白いなとか自分なりに工夫しました。あ、じゃあ振り付けは一応グループで、私たちがグループで決めた。じゃあその石川県のその鬼太鼓とかはどうやってご覧になったんですか？それはただのYouTube のビデオを見て、あ、YouTube とかで見て、うん、ああ、そう、うん、あれは素晴らしいアイデアだと思いましたレザーシーですね、うん、いろいろ太鼓グループにしてみましたけど、うん、いや、神の太鼓さんだけだったと思います、うん、素晴らしいと思います。でそのひょっとこのなんかキャラは、うん、旦那がやるんだけど、うん、結構考えて勉強してどういう風に動けばいいかとか、うん、難しいですよね、うん、あれとても上手にやってらっしゃる、うん、すごく演劇のような感じでとても良かったと思いますよ。あ、そうなんですか、大したもんですね。もう今までで11年やってらっしゃるということですが、はい、太鼓を始めてからなんか人生変わったとか生活変わったとかありますか？もう完全に変わりました。変わりました、完全に変わりました。あ、そう、どんなに変わりましたか？まず3年前は再婚しました。あ、3年前にご主人と、はい、旦那と、はい、まず太鼓のおかげで出会ったんです。あ、太鼓グループの中のメンバーでご結婚なさったと、はい、あ、それがまず一番のチェンジで、はい、で2人でもう毎日毎日
太鼓の話はしたりするし、で練習はもう日曜日の練習ももちろんありますけど、あとはあの木曜日金曜日も練習もします。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。私今大学で、うん、あの勤めてるんですけど、私の研究のテーマもあの太鼓なんですよ。あ、そうなんですか、はい、どういった研究テーマで、うん、太鼓に関して、なんちゅうかな、異文化のどうしてイギリス人が異文化を、うん、利用して新しい文化を作るのが私の研究のテーマなんですよ。へえ、じゃあその日本にあるその太鼓の形と少し違うっていうことですか。そうです、太鼓を、ね、日本で太鼓は主にお祭りの時にやるのが主ですからね、うん、それからちょっと変わって、うん、イギリス人向けにやってる感じ。そうですよね。あ、面白い、うん、それが研究テーマと。そうです。あ、ぜひあの読んでみたいですね、うん、できた時には。そうですか。他にはどうですか、何か変わったことありますか。まあ人生はもう180度変わったんですよ。あ、そうなんですか。そんなに太鼓やる前とやる後はもう全然違うんですよ。そうなんですか、うん、どういうふうに変わったんですか、うん、自分のなんていうかなアイデンティティがあの強くなった。強くなったっていうか、まあ、私太鼓やる人っていうアイデンティティが結構強いんですよ。そういうイメージができてきたと、うんうん、で何よりも太鼓が優秀、優先する、うん、太鼓が優先、人生で太鼓が優先。そうそう、太鼓が一番。あ、うん、他のことはまあ掃除とかね、家のことは別にしなくていいから、太鼓が大切。お仕事があるのに仕事大変でしょう大学で先生。仕事はまあもちろんあの私の人生の中には日本の関係あることばっかりなんでしょう。そうですね、日本教えるんじゃないですか。そうですね、にあの太鼓の研究もしてるし、太鼓も叩いてるし、あとはあのヨークジャパンソサイティの主催者なんですよ。あ、そうなんですか。はい、あ、そうなんです。全然知りませんでした。うん、今まで11年で人生もいろいろ変わったということですけど、これからは、これからの予定とかあの夢とかいろいろありますか。はい、あの、まあ、グループとしてはこれからもっとあのなんちゅうかな、いい演奏を、うん、演奏機会を作りたいと思ってるし、今の劇場と小さい、この近所の小さい劇場と相談しても、自分のショーを1時間、まあ、2時間ぐらいの私たちだけのショーを、パフォーマンスをあの設けたいと思ってるし、うん、あとはあの旦那と2人で、うん、あの先週はエディンバラフリンジに行ってきて、フリンジで あの演奏できたらいいなと思いながら帰ってきて、あ、まだやってる、見に行かれたけれども、はい、将来フリンジで、はい、ああ、それは素晴らしいですね。でみんなのなんちゅうかな力を、うん、力合わせて自分の能力というか可能を伸ばして、可能性を、ね、伸ばしていきたいと、そういう感じでやっていきたいと思います。あ、ね、じゃあまだこれから何年も何年もずっと続けていかれる予定のつもりでいます。素晴らしいですね、はい、そうですか。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Can I have your name, please? Jared Hardwick. Okay, so I understand you're a member of this Kaminari Taiko group. Yes. Would you tell me how this started, how you got interested? I very first saw Kodo many years back in the Liverpool Philharmonic Hall. I was interested in Japanese culture and things because I did a lot of martial arts since I was 8 years old. So I saw them and I thought that was fantastic, it was amazing, and I thought I'd never get a chance to do that. And then many years later I'd met Mary, and I think it was at the either the Liverpool or the Manchester Japan Day that she suggested bringing up a French new from London. Who was Liz Walters, who used to be part of Mugenkyo. So she brought Liz up to do a workshop and went along to that with quite a few other people. So you participated in the first workshop? Yes. Ah, yeah, okay. Yeah.
So from there on, I just did it more and more, and we practiced together what we'd learned and things, and it grew from there, basically. So you are the first member, basically? So one of the founding members, yeah. Okay. So you just kept on going? You never lost interest or something? No, after the workshop. You just wanted to do more? Yes, wanted to do more and more, yes. Yeah. Interesting. So how long it's been then? It's been coming up to 10 years now. Kaminari's been together coming up to 10 years, so it's been a couple of years longer than that, so it'll be about 12 years altogether. Do you think your life has changed after you started Taiko? Very much so, yes. It's taken over my life, basically, since I started. I've done it more and more and more throughout the years, and now it's my full-time job, so I'm... it's a full-time job? Yeah, I teach Taiko for my job now, so... That's wonderful! Yes, So, like, how frequent, like... I teach at least 3 adult classes a week, 2 school classes, and then I'm doing random school workshops in different schools as well, so... That's remarkable to know that that many people are interested in playing Japanese-style taiko. That's right. That's remarkable. I'm just in the process of looking for some premises to actually have as a dojo base, so I can teach more nice and more. Nice to have dojo, yes. Yeah. I see. you said the taiko took over your life, but has there been any inner change also? Yes, it's helped a lot with how I sort of deal with things. It's in lots of different ways, really. It's it helps. I think it helps a lot of people maybe sort of channel sort of feelings as they're doing the drumming and things, and get rid of stress. I guess. Yeah. So eating. So if I've had a stressful week or a busy week or something, you know, I know because I'm drumming all the week, it helps sort of channel that and gets rid of stress and things. It's also sort of helped in the fact, because it's become my main job, it's bringing me more money, and it's something I really enjoy doing. So it's a great job to have. You really enjoy. So you can let the steam off, literally. Do you think you got calm or something like that? It does give a sense of calm, and I think when you practice hard and you accomplish something, there's that sense of achievement as well, and it gives you confidence. And when we get to the point where we're performing, it gives you a big sense of achievement and elation as well, to be able to share that with everybody else who's watching and things. Wonderful. All good things. I see.